少しこのアイアンを打ってみたいと思います。後半は新しく作ったオノフ、私前に動画撮ったと思うんですが、長くしたんですよ、クラブ前が。ああ、長くなってる。相当長くない？本当だ本当だ、結構長く、え、同じスペックで長くしたの？同じシャフトのな、同じスペックなんだけど、ね、あのこれね、4年前のモデルと現行モデルなんで、ちょっとヘッドは違うんですよ。なるほどね、こっちの方が新しいんだね。そう、あ、でも長い。これがなんと特注なんですが、ただでできちゃいます。すごくない？そうなの、そう、全然いいんだって。プラス料金とかないの？長くすることには？マジで？だからもしレディースクラブ短いなって長くしたい人は全然ただでできます。後半は少しこのアイアンを打ってみたいと思います。果たして140ヤードを7番アイアンでキャリーでいけれるか、お願いします。後半はオノフのアイアンを見てほしいな。ナイスキック、オッケーオッケー。ラフがだいぶ深くなってきました。失敗、このうちダフった。気を考えずに打ったらバンカーに入ります。ためにレディースティーに変えます。このレギュラーで待ってるとウッドが多くなっちゃうんで、はい、もうちょっとこういうフェイスなんだよな。で、あー違う、早いね。初コース打ちなんだけど、初、まだほら芝のね色もついてない、新品です。146、140キャリーで出れば届くはず。宇宙行ってるかもしれない。長くしたの意味あるかも。これね、これ140は楽々キャリーで飛んでますね。140ちょい5ぐらいはキャリーで出てるかな。7番やんで上げてるんでね、手前のバンカーあるし。どうだろう、ナイスオン、届きました、ナイスオン。ペラリンジュはでも
今でも入りそうな気がしてたの。イメージ湧くといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。